沖縄の未来を救ったんだ。すごい。俺が沖縄をでっかくしてやる。お前らみんな俺についてこい。トモちゃんかっこいい。どうだ、すごい。そうさ、よし、今日は飲むぞ。待て、タミヤから聞いた。あんたが中原や大吾を撃った理由、そしてあんたが
トーマを殺そうとしていることも。俺を殺す。民は俺にあんたを止めるように頼んできた。たとえ CIA の命令だろうと、こんなことをするのはあんたの本心じゃないはずだ。CIA だって。そうか、先生か。タミヤ先生が俺を殺そうとして。動くな。あんた本気でトーマを殺す気か。キリュウカズマだってな。お前も勝って極道に来た男なら、親の命令がどれだけのもんか分かるだろう。何？俺にとって CIA は親。殺せと命令されたら、たとえ相手が誰であろうと殺すしかない。一緒に地獄で会おう。逃げろ。どういうつもりだ。俺はトーマを救い出し、あんたも救う。タミヤと約束したんだ。タミヤめ、相変わらず甘い男だ。俺はあんたにこれ以上人を殺してほしくない。俺は命令に従う。俺を止めたければ分かってるな。ああ、あんたを倒すしかないということだな。さすがは兄貴が見込んだ男だ。物分かりがいいらしい。兄貴と同じ血の通った俺をお前は殴ることができるのか。さあな。だが重要なのは血じゃない。俺とおやっさんは絆でつながってる。その絆しっかり見せてもらおうか。キリュウカズマ、覚悟。キリュウカズマ、行くぞ。そりゃ熱い。やろう。はっ。
どうやら俺も年のようだな。あんたが若かったら勝てたかどうかわからんな。俺の負けだ。タミヤの望み通り、そこのボーイのことは忘れよう。そこの？トーマ。キリュウさん、あなた本当に先生に頼まれてここに？ああ。どうしてタミヤ先生は俺を助けるようなことを？タミヤはお前のことが好きなんだ。俺を？ああ。なんで俺は先生を裏切ってミネを？タミヤにとってお前が裏切ったかどうかは問題じゃない。お前の沖縄を救いたいという熱い思い、タミヤには伝わっていた。タミヤはお前がいい政治家になると言っていたぞ。先生、タミヤ先生、すみません、すみませんでした。寝てしまっていたのか？ああ、1時間くらいだな。あのボーイは？最終便で東京へ帰った。タミヤに直接会って謝りたいそうだ。そうか。あいつもタミヤと同じで気持ちで動く男なんだろう。タミヤが好きなのがよくわかる。
大吾は今どこにいるんだ。東京東都大医学部附属病院だ。東都大？カムロ町の目と鼻の先か。ああ、数時間前 CIA 本部がその情報をつかみ、ついさっき俺も知った。すでに峰が動き出していたとしたら手遅れにもなりかねない。行くのか？ああ、急げばまだ最終便に間に合うはずだ。おじさん、桐生のおじさん。おじさん。大地、お前どうしてこんなところに。大変、大変なんだよおじさん。どうしたんだ、何があったんだ。朝顔が。首がこんなところに何の用だ。ミキヤ、ミキヨ、お前はこの施設が好きか？俺はな、こういう大人に守られたガキを見ると無性に腹が立ってくるんだ。孤児だからって大人に守られて生きるお前らを見るとな、壊してやりたくなるんだよ。ま、自分が行ってる偽善に気づかない桐生さんが悪い。お前たちはある意味あの人の被害者なのかもしれないな。お姉ちゃん、はるか姉ちゃん、やれ。てっきり死んだと思っていたが、なかなかしぶといじゃねえか。玉城、俺の命が欲しいなら
くれてる。だがあいつらは関係ねえ。子供の命とこの場所だけは見逃してくれ。頼む。こんなんじゃ足りないね。俺はまだ1年前の傷が痛むんだよ、ジジイ。おやじ。てめえとは後でゆっくり話させてもらうよ。ここをぶっ潰した後にな。なんだと。おら、やれ。大変なんだ。おじさん、すぐに朝顔に来てよ。わかった。